こんにちは、こんばんは、エスマルです。今回はエヴァンゲリオンコラボカチャを弾いていきたいと思います。年末年始だったかな、でゴッドフェスがあるから、でそのゴッドフェスでね、新フェスゲンと、あとは三国の神かな、で新しい神で、ロック会場の子がね出てくるので、まあ、ちょっとねどれぐらい弾こうかな と思ったんだけど、一応メールがね、ランク50以上のメールがあるんで、まあ、いちいちでね今回も、弾いてどうなのかなっていう感じでね、やっていこうかなと思います。ではメールから行きましょう。でもこれ続けていくとさ、多分何かしらのコラボの時とかにあれおーってのはね出てくると思うんで、まあ、いちいちでね、とりあえずやっていきましょう。ランク50以上のエヴァコラボガチャ、やっぱりカオルくんのマカーリーとカオーリーとかね言ってる人もいるかな、とあとはレイミルかなが欲しいよね、やっぱりね。いきましょう、回します。エヴァンゲリオンは過去弾いたことあったような気がするんだけど、避けてない、弾いたことあったような気がする。まあ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 、レイね、まだ普通に2ターン半減はね全然強いと思うんだけど、まあ金が欲しいね、金が欲しいね。はい、でもシンジ&シェアトスーツもね、シンジも強いと思うんだけど、ほっほっほっ、よし、金がね、でもさっき言った2体が2キャラが星6だったかな、ほいた、金、銀ですね、銀ですよね。これはマリかな、まあもう一回引いちゃうんですけどね、引いちゃう、せめて引いちゃうんですけどね、引いちゃいますけどね。お、来ましたね、金来ましたね。お前、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、 OK、 終わりにしよう。でもこの子もね普通に強いとは思うよ、杖3つ持っててね。水落ちやすくなるの、水変化に回復闇だから、うん、なかなか強いんじゃないのかなと思います。よかったよかった、まあ、ちょっとねいちいちではないけれど、まあ、とりあえず3回無料のも含めて3回で一応ね金が出たんでよかったのかなと思います。本当はねレイミルカオーリー欲しかったですけど、まあ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 金が出てくれたんでねよかったなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。